さあ左からのコーナー、やはり菅です。さあ流れが変わるのか、菅からのコーナー、ヘッドで決めていきました。いや非常に綺麗なクロスでしたね。美しかったですね。で清水にとってはやはりセットプレー、懸念されたセットプレーですね。決めたのは進藤です。